まあ、いや、前置き長くなってしまうけど、はい、3連休ロードトゥーバブルね、ロードトゥーバブルイエス。はい、ということで、今回はあの福岡さんとテノトさんに今日来ております。今ね、久々のお二人のラウンドランでちょっとね、企画もねやっていきたいと思うんですけども、なんするとキャディバッグの交換します。交換するとクラブチェンジってこと？そう、絶対買って、絶対負けんよ。いや、わからない、俺のクラブを使うんやから余裕や。どういうことかわかる？わかるよ。どうなる？4000円のめっちゃ分かった。いや、俺はめっちゃいいクラブタッチを使えるとか、うん、そうやね、まあこだわってますから、ね、分からんよ、そしたら一回じゃあちょっとさらっとクラブだけ見ようか。はい、はい、はい、ということでペンペンクラブですね。ドライバーが M5 ね、 M5 ツアー、懐かしい、元俺の。これが問題児ね、スリクソン ZF4 問題児ね、バカで、こいつはまあマシ。ああ、まあこれはね、4U ブリヂストン、JO15 かな。でアイアンが懐かしいね、ツアーステージ X ブレード909、yeah. マッスルバックで、ウェッジが50度のネクスジェンと58度のボーケーね、 SM5 で、パターがこれね、そう、TP ね、ユーレン、TP、秀樹松山も使ってた。あ、相当？学生の頃ってこと？それ。違う違う、プロで。あ、プロで、プロで。そんな昔じゃないよ。なので、じゃあペンペンクラブを、ユータが使います。はい。で、ユータクラブが使えるやつが。開けて開けて。開けて開けて。ウッドホン、ウッドホン、ウッドホン。あれ？あれ？赤くないぞ。それを紹介して。フェンス赤くない。キャロウェイの XR16 ロフト 9.5 シャフト天性オレンジですわ、うん、7X です7X 使ったことない。じゃあこれが使えると、例えばね、はい、3番がこれ、3番だと、スリクソン ZTX、 あれ新しい、もっと昔のやつ、10年前もっと昔か、やばいね、爆弾やね。氷、水じゃなくて氷、氷か、うん、寒いけんね、今日はい、次これが、これ5番、マーベルみたいな色やな。チョコレートのサービー XDF、 これは5番ウッド、5番ウッド、鉛がね、バリバリついてるね。おお、天性 70X で、続きました。いいね、いっぱい選択肢あるけん、羨ましいです。4番ユーティリティ、いいよいいよ、ピン G400 シャフトはツアー AD、 はい、95S HY 366 何もわからんけ、俺何もわからんけ、何もわからんけ、アイアン続きまして、アイアン、あのね、もう鉛張りすぎてね、多分 X と思います。X のなんか、なんか半分しか見えない。キャロウェイ、とりあえず。キャロウェイの。まあ、X 工事の。これに関してはもう全然見えない。ちょっと待って。説明したいのに。あ、これです。中はこうなっております。X フォージド。これがアイアン。アイアンね。で、ウェッジが3本かな。今年は3本体制で。1つ目、クリーブランド。54度が RTX4 っていうのかな、うん、で残り2本が、あ、これは暗い黒いのもクリーブランドの RTX50 度、でもう1個が58度、TR00 アクシスゴルフさんの、アクシスゴルフ、アクシスゴルフってあの1回打たしてもらった、打たしてもらった日本刀みたいな、そうそうそう、でパターが、これピン TLD、渋子が今年全英か全米で使ってたやつ、マジで、うん、めっちゃいいじゃん、うん、え、このフェイスすごい、うん、目がチカチカするこれは入りそうだ
これが今日の武器ってあなたの今日の相棒よ。やったね。ということで、まあ、こだわり抜いたクラブたちと進化したクラブと対決になります。これどういうタイプ？19ホールマッチも普通に最初の9ホールは、行きながらする。はい、じゃあペンペンルールはどういう感じで、前半9ホールを、入れ替えたね。キャディバッグ入れ替えます。 OK で、9ホールラウンドして後半はまた戻します。戻す、自分のマイクラブに戻して、9ホールラウンドします。ただポイント制でどんどん後半はね、前半は勝負がつこうと途中でね、終わったわみたいになったとしても9ホールあります。多分ね、爆笑シーンが出てくる。でも、喋らんでよ。ハーフなんぼっていうのを出すってことだよね。そうこれで、他人のクラブでトップレートして終わるもんね。ワンチャンよ、ワンチャン。ということでね、ちょっと寒いんですけれども、気をつけながら頑張りましょう。じゃあ、行きましょうか。行こうか。レッツゴー。ここ9番ホールやった。うわー、おーいい、ね、おーいい。これがゴルフです。確かに。シャミーマジで、ちょっと出とく、木の上ぐらいイメージですね。おー、ナイス。ひなこ、ひなこ動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。